ありがとう。で、今まずね、あれをしたいの。昨日ゆきちりん投げてくれたケタロス、エンタさん、チャンさんのちょっとお絵かきタイムをしたいなと思います。まあいいか、ちょっと暗いね、めちゃくちゃ。またリビングとかでやればよかったかな。ではでは、こんばんは、ハッピーニューイヤー。まずエンターさん、間違えてエンタちゃんになっちゃったエンタちゃんになっちゃったよ。これ後でファンルームにも貼るね。ペンが、ペンが薄いです、とっても。ペンが薄いね。私もよろしくね。めっちゃ暗いここマジで。なんか前までここにさライトがあったんだけどなくなっちゃったんだよね。まずエンタさんの新雪チリンタワーです。これ誰かスクショして送ってあげてほしいな。ポリポリすごい暗いんだけどさ。あ、エンタさん今チェキチェ予約してくれてる。あ、チェキチェやってくれてたんだ。だからいないんだ今。偉い。今エンタさんがチェキチェ予約しましたって来たもん。2022年初めてのチェキチェだからみんな来てね。まだエントさんしか来てくれなそうだよ。タプさんありがとう。じゃあちょっと待って、これ置いとこう。それ置いときますね。でお次、お次は同じくエンタさんの雪ちり。を書きます。ちょっと虎書くの下手すぎて、ちょっと練習しとこう今度。私
心配かきそうじゃん。こんばんは。じゃん。じゃこれ後でまとめて森田さんもお見せするね。チャンさん行くよ。チャンさんかけた。ちょっとじゃあ一気に見しちゃおうかな。次佐田健太、佐田健太のニーキチリンを書きます。前の時間よ。インスタのフォローありがとう。書いてる音出てる。そうだよね、わかる。ちょっとごめんごめん、ちゃいちょっとゆっくり書くわ。じゃよしできた。何書いてる時間、あのお正月キャンペーンの昨日の雪ちりんのやつ。
ったよ。え、マモルも投げてくれたんだっけ。え、むゆさぎこんばんは。ケイムさんありがとう。え、それ昨日の記憶だっけ。めちゃくちゃごめん、最低だ自分。あ、そうじゃん、そうじゃん。ちょっと待ってね。ごめん、この確保取る際よね。ありがとうレインボースター。容量ないから、あ、そっか、取ってくれてんのか。よし、じゃあお見せするぞ。その間だけ待っててな。あ、わかった。え、今他の人からやろうか、それとも逆にマモから見た方がいい？守る誰かのチェキちゃう？おいマモ、今私違うことちゃんと書いたんだけど、文字でちょうど間もなくやから、と、もうやだ、もうしちゃおう。マモタン、守るタン。え、せっかく書いたんだけど、守るタン押しマモってみんなすごいよくわかるね。やだやだ、今やっちゃおう。マモル、いつもありがとう。やっと倒しになってくれて、ゆうきちゃんは嬉しいよ。他のところとかも一生行かないって約束したもんね。指切り玄米したもんね。マモル、ありがとう。次、チャンさん、チャンさんありがとう。チャンさんありがとう、いつもいつもありがとう。じゃん、見える？これ後でファンルームにも貼るからね。ちゃんさんもいつもいつもありがとうございます。かまってくれてとても嬉しいです。ペコリ、これ後でファンルーム貼るからね。みんな続いてもエンタさんのタワーです。なおちちゃん、あけおめハート。
エンターさーん、待って待って、エンタさんも、エンタさんもなんか寂しくなっちゃってる。まばしちゃん、こたつありがとう。なうちハートありがとう。あけおめ、久々に今年会いたいね、なうち。じゃん、エンターさんありがとう。いつもいつもありがとう。明けおめです。これも後でファンデムちゃんと載せます。そしてそのままエンタさんの2ニューキチリンタワーのものです。マウチありがとう。じゃじゃん、ニューキチンなのでエンタさんも書きました。エンタちゃんになっちゃったの、ごめんね。トラだよ。ごく、やだ、走れない。ありがとうエンタさん、これも後で貼ります。次、ケタロスのニユキチリンです。じゃじゃん、あ、文字は後で読んでください。エンタさんありがとう。あきょめー、あきょめー、あきょめー、文字は後で読んでください。ということで、ケタロス、エンタさん、チャンさん、マモタン、新年のお年玉ありがとうございました。タワータンですね、ユキチリ。ニューキチリン、ね、苦いか。あー、ママどこ行ってたの？次やめ。お、録画ありがとう。大好きに言って、嘘つけ。なんかとっても暗いね。めちゃくちゃ好き。嘘。じゃあ他のチェキちゃん行って、まだ勇気の勝てないくせに書いてるね。てかめっちゃ暗いね。最近ここのお洋服ハマってんの。なんてフレットペリーだっけ、なんだっけ、この葉っぱのやつ。ここのねお洋服、いや前から好きだったんだけど、そう前から好きだったんだけど最近本格的にハマった。ちょっと高いのこのお洋服だから、そんなにめったには買えない。彼氏目線の自宅くれません。ママに言って、ママねちょっとね下手っぴなんだ。写真撮るのが。お母さんこんばんは。ママだ、ママだ、何撤回しようとしてんの？ビデオ姉さんや。高い高い、全然高い。いくらだろうこのスウェット。2万はいってないな。うん。2万円くらいかな、でも。
あ、それ刑務さんのそれ。なんかさ、洋服ってシンプルこそがさ、高くない？そう、ジャンパーコートも持ってる。これね、このセット、ここ横のところにチャックついてんの、かわいいっしょ。チャックついてる。シンプルで安いの、確かに。いいよね。そうだね、高い。お出かけ、いや、ご飯食べに行っただけ。私マジで北海道着いてマジで家にしかいないと、昨日の夜雪止んでからご飯食べに行って、で今日そう外ちょっと出て写真撮って終わり。白ティーン雪の顔ワンポイント、いくらで売れるかな。なんか鹿がめっちゃ多くてさ、そうインスタのストーリーが鹿だらけ、鹿鹿みたいな。奈良と違う鹿、嘘、どういう違い。奈良の鹿こんなんじゃないの、もっと立派。1200円だけど安い。え、全然いる、普通にいるよ家の近くで。昨日なんかさ、薬局行こうと思ったら駐車場が鹿だらけで行けなかった。仕方ない。縄文やってないでしょまだ。奈良の鹿人形みたいなもん、どういうこと。広島の鹿もとちっちゃい、毛も短い。そうなんだ、マジか。そう、鹿だらけだった。だからなんか道路もなんかもう徐行運転、まあもともとそのアイスバーンになってて、めっちゃいろんな、もうみんな車めっちゃスリップしてた。読めなくてするする。え、何が。本当だ、読めない。光る、ありがとう。私も絶対やだ。そう、チャンさんち来ちゃありがとう。しかも急に、しかも飛び出すからさ、そうゆっくり、しかもなんか何、その横通る時とかもさ、もうなんか不規則な動きで逃げてくから、バーンって当たるから、しか見たらゆっくり行かないといけない。ケイムさんだって読めなかったもん。バーンズにしてきます。冬のおかげだね。あ、チョンさん大丈夫、分かった。かわいい、ありがとう。じゃあちょっとチェキチャ始め、暗いね。チェキチャちょっと別の場所にしようか。ということでチェキチャ始まるので終わりにしたいと思います。チェキチャ何時から、今からだよ。
ではショールームありがとうございました。ではランキングを読みます。ランキング読みます。じゃじゃん。13位トシオありがとう。12位パクちゃんありがとう。11位ポッチーありがとう。10位リオリアさんありがとう。9位タイチーありがとう。8位ハリオありがとう。7位タケタケありがとう。6位ショヤありがとう。そして5位リョクありがとう。4位ザワピンありがとう。3位フヨちゃんありがとう。2位ヨプタありがとう。1位エンタさんありがとう。ありがとうございました。ではチェキチャというアプリがあります。そちらの方に移動して2人で綺麗になってください。2022年初めてのチェキチャです。ぜひみんなで完売させてくださいね。ありがとうございました。ではバイバーイ。